はい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。本日来ているのはここ帰宅ラッシュの大崎駅です。埼京線湘南新宿ラインと各方面の列車が出発する中でひときわ目立つこの特急の表記。そう、2022年の3月からこの大崎駅は大きく変わることとなりました。というのがこちら、じゃーん、祝特急湘南と大きく、まだこれホームに書かれているんですね。東京新宿とそれから小田原を結ぶ東海道本線のライナー、湘南ライナーが特急に格上げされたのは数年前の話ですが、そこから特急湘南号が新たにこれ大崎駅に停車をするようになったわけなんです。湘南ライナー時代もこれ大崎駅に停車するっていうことは基本的にこれなかったはずなので、結構インパクトのあるニュースでしたか。まあ、こんな感じで特急湘南号はこれ東京始発の方が多くてですね、朝に3本新宿行きの列車があって、で下りは小田原行きが、これ新宿発が2本、これ以外は東京発着なのでもっと東側の方を経由するんですが、今回の動画ではこの大崎駅になぜこの特急湘南が新しく停車をしたのか、そして利用客はどうなのか、また実際に乗車をしてその光景、それから乗車率なんかを確かめていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。もうそろそろ停車から1ヶ月ぐらい経とうとしているんですが、このように大々的にねポスターが掲げられております。これ僕夜と朝に両方撮ったんですけれども、まずは夜の映像から、おお、ちゃんとグリーン車のマーク、それから特急の赤文字で小田原行きの表記がなされています。いやー、新鮮だなこれ。というかこれ特急湘南が停車する前、大崎駅に停車する定期の特急列車ってのは多分ね存在をしていませんでしたよね。この区間ね、こんな感じで成田エクスプレスも走るんですが、これ成田エクスプレス、厳密に言うとこの品川から大崎にかけてのあのめったに列車が走らない連絡線の方を通っていくんで、大崎駅の横通るんですけど、こんな感じで構造的にはこの連絡線からあの大崎駅のホームには絶対にあの停車することができないようになっているので、ネックスも停車することができないし、停車駅でもないし、もしかしたら定期列車、特急の定期列車で停車するのはこの特急湘南号が初なのかもしれませんね。この山手線に沿って広がる、ちょっと高くなっている品川と大崎を結ぶ連絡線はめったにこれ列車走りませんけども、まあ、ただあの山手線が渋谷駅の線路掛け替えで運休した時はここ代行列車が走ってね活躍をしていたりしましたね。さあ、そしてゆっくりゆっくりと今特急湘南のヘッドマークを掲げて、元中央本線で甲府とか松本にバンバン行っていた E257系が入線をしてきました。この大崎駅に停車する特急湘南号は朝に3本、それから夜に2本で合計の5本、平日に運転をされているんですが、この5つは共通してちょっとね面白い特殊なルートを通って小田原の方まで向かっていくわけなんです。さあ、お客さんはというと、これパッと見だいたい5、6人ぐらいの人がねこれ大崎駅から湘南に乗車をしたなという感じがしますね。これ後でお見せしますけれども、多分ね朝方の上り列車の利用客数の方が多いんじゃないかなと、こう体感的には感じましたね。この特急湘南の車両はですね、今特急踊り子号にも使用されてて、で9両編成で運転されるタイプと14両で運転される、長いのと短いの2つあるんですけど、こっちの大崎に停車する特急湘南の方は短い9両編成が、まあ、ほぼこう運用に入ってるわけですね。まあ、多分長い14両とかもっと長い編成はあの新橋とかもう日本屈指の、あのオフィス街がある東京発着の列車の方に回されているんでしょう。この大崎駅を出発すると次の停車駅は神奈川県の藤沢駅ということで、これ乗る列車間違えたら大変なことになっちゃいます。多分1時間ぐらいノンストップで藤沢の方へと向かっていくわけです。さあ、そしておはようございます。朝になりました。今度は朝の特急湘南、朝方は特急湘南上り列車が3本大崎駅に停車をするわけですね。これが1発目、7時33分発の新宿行き。珍しいこの臨海線の7万系の車両がねこう2本同時に停車してますよ。こんな光景あんまり見れないと思うんですけれども、これ上にもたくさんの表示書いてありますけど、この埼京線臨海線湘南新宿ラインっていうのは一見すると別の路線に見えて、これ全部同じ線路を共有してるんですよね。山手貨物線って言って上り下りで1本ずつの線路を、まあ、共有してるんで、全部がこの1本の線路を通っていくわけなんで、朝はね相当忙しくなっております。そして
この7時30分発埼京線が出発した後、本来は通過していた特急湘南が入線をしてくるわけですね。特急湘南、おー、ちゃんと停車駅にも組み込まれてる。さあ、いよいよ朝一番の特急湘南7時33分発の新宿行きがやってまいります。この列車はもうすでに小田原駅を朝の6時30分に出発をしてきた早起き車両ということになりますね。さっきの夜の大崎駅の映像だと、まあ、もちろん下り列車、あの仕事終わりのサラリーマンの方々が座って帰るための列車ですので、結構な、ね、お客さんが大崎駅に立っておりましたけれども、朝は逆ですね。これ大崎に出勤する方々の足となる列車ということで、ここでお客さんがどっと下車されます。湘南新宿ラインとか埼京線とかも他列車本数が多い朝方の時間帯なので、これこの列車乗っていくと新宿駅ちょっと特殊なホームに到着したりなどなど、その道中車窓も結構面白さ盛りだくさんなんですが、まあ、この動画の後半でまた特急湘南に乗車をしますが、まずは発着する特急列車の他の列車の様子ご覧いただきたいと思います。次の列車は1時間置いて8時24分。この人の多さのギャップがものすごいわけですね。向こうの方は多分臨海線の方に直通する列車が発着していきますんで、この多分体感的には8時30分のこの2本目の電車の方がお客さんはたくさんね乗車されてたっていう印象がありますね。やっぱり会社もそれから学校とかも大体あの8時半それからあの9時出勤に定めているところが多いのか、あの7時半ぐらいに到着する1本前のさっきお見せした便だとちょっとね早すぎるのかもしれませんね。まあとはいえあの湘南ライナー時代から値上げしたことは変わりはありませんので、グリーン車はガラガラ、まあ、ただ普通車の方はね結構こうブラインドが閉まっていて窓側は結構埋まってるような印象を受けましたけどね。中途半端にこれ大崎駅に停車って聞いた時に、まあ、これお客さんそんなにどうせ使わないんだろうと思っていたんですが、結構こっそり大崎駅でお客さんこの上り列車は下車をされていて、というのもこの大崎駅周辺っていうのはオフィス街になっているわけですね。まあ、なので小田原とか東海道本線の沿線からピンポイントでこの大崎まで乗って下車してそのまま会社に行く、そういう方もね多分そこそこ一定数いるんじゃないかなと、そういうふうに思いましたね。そして今出発していくのが24号というわけなんですが、朝方上り列車の特急湘南号は22号、24号、26号のこの合計で3本あるわけですね。でこの3本は両方ともあの小田原からやってくるのにもかかわらず、あの途中の横浜駅をかすりもしない、全く経由しないっていうちょっと面白いルートを走る特急列車なわけなんですよ。まあ、この特急湘南号も朝方あの上りだと多分10本とか11本とかあの旅客列車の合間に通すんで、もうその朝特に7時とか8時台っていうのは小田原から東京方面に来る旅客列車もめっちゃ本数が多くなるわけですね。でそこで特急湘南をそんな増やしてたら運行する列車の本数を追いつかなくなっちゃって、列車がどん詰まりになっちゃうということで、そのピーク時の7時8時くらいのまさにこの大崎に停車をする3本の列車っていうのは、あの途中東海道貨物線という貨物専用線の方を迂回して走らせているわけですね。やってきた最後のこの特急湘南26号も横浜駅を経由しません。なので特急湘南を一目見たいなと横浜駅に待ち構えていたとしても、こういった一部の列車は一生来ることがないわけなんですね。ルートは例外もあるんですが、小田原の方からずっと東戸塚の辺りまで来て、で東戸塚を過ぎた辺りでトンネルの中に消えるわけですね。で羽沢横浜国大の方を経由して相鉄線の直通列車と同じようなルートで横浜の山の中を経由して、で今度鶴見駅辺りで合流をして、この横須賀線なんかが走る武蔵小杉なんかを通ってこの大崎駅にやってくるわけなんです。まあ、なのでこの大崎駅に停車する特急湘南、多分5本全部あの大崎を出発すると次の停車駅は藤沢っていう、あの横浜とか大船とか全部すっ飛ばしてあの一気に藤沢まで行くみたいなダイヤが組まれているんですけれども、多分それはもう横浜に停車をしないというよりかはもうそもそも経由をしないわけなんですね。なので一気に藤沢っていうちょっとおかしな停車駅が設定されているというわけなんです。2002年ですか、もうこの車両デビューして早いですね。なんかこの E257系がデビューした頃にはまだあの国鉄特急型の特急列車が中央本線では活躍をしていた、そんな時期でしたから、
まだこの E257 系って僕の中で新しいっていうイメージがあるんですが、デビューして20年、早いな。そして、まあ、新しい257系の乗車位置もしっかりとシールで貼られております。ではでは、これ1本目の特急湘南号の様子なんですが、実際にちょっと新宿まで行ってみましょうか。車内にもただいま大崎駅の表記がしっかりと掲げられております。この大崎駅で下車をしていた方の人数、だいたいざっくり 3,40人ぐらいの方がね、どっと下車をしていましたので、大崎を出発すると結構ね、空きが目立つような感じになっております。まあ、こんな大崎駅から乗車する物好きは本当に僕みたいな鉄道マニアぐらいだと思いますが、この駅を出発すると渋谷、そして終点新宿の順に停車をしていきます。まあ、これ乗降客数ランキングで見ても、この特急湘南の終点新宿駅は世界で第1位の乗降客数を誇るので、利用客数は結構担保されていると思うんですが、まあ、ただ東京方面に行く湘南号も途中サラリーマンの街新橋駅で、新橋っていうのが結構知られてないですけれども、利用客数が多くてですね、確か世界の乗降客数ランキングで11位とかそれぐらいに君臨をしていて、大崎駅よりもかなり利用客は多くなっているので、列車本数もそっちの方が特急湘南号は多くなっているものかと思われます。さあ、ぐんぐんと横を走る山手線を抜いていくわけなんですが、今回のダイヤ改正で大崎駅に特急湘南号が全列車停車になったと。でそれに加えて、朝の特急湘南小田原駅を6時20分に出発する特急湘南と、その10分後30分に出発する特急湘南がですね、藤沢駅でちょうど並ぶっていう、そういう光景を見れるようになったわけなんです。ちょっと僕その光景はね、まだ見てないんですけれどもね、ぜひ一度ね、見てみたいなと、そういうふうに思っております。一方が東海道本線経由なので、横浜駅を経由するタイプの湘南号で、もう一方は東戸塚から貨物線の方に入る特急湘南号、別々の線路を通っているので、さっきの山手線とこの今乗ってる特急湘南号の並走みたいな感じで、横並び同時発車みたいなのが実現するわけなんですよ。さあ、そして誰もいない使用されていないホームと思いきや、これは渋谷駅なわけなんですね。この湘南新宿ラインなんかが発着するホームも、もともとはかなりね、恵比寿寄りの南側にあったんですけれども、さっきの空き地になってた部分ですね、あっちの方から今特急湘南号が停車をする、こちら側北側にね、ホームが移設されたので、これも確か2年前ぐらいのことでしたっけね、記憶に新しいですけれども、これでね、結構便利になりました。今までは湘南新宿ラインに乗り換えるのに、結構この渋谷駅歩かないといけませんでしたからね。そして僕も最近知ったんですけれども、これ渋谷駅っていうと、どうしてもハチ公口とかあっちの方がこう華々しい感じしますけれども、さっきの通過してきた通路の方行くと、新南口っていう南側にもう一個出口があって、そっちの出口はね、もう渋谷のハチ公前とかとあんなんともう比べ物にならないぐらいね、閑散とした街が広がっていてですね、びっくりしました。僕も最近知ったんですけれども、そっちの方に出ると、もともと東急東横線が地上線を走っていたあたり、それからJRA のね、競馬の馬券が買えるところがあったりしてですね、これは結構渋谷のまた新しい一面を見れたなと、そういう風に感じました。さあ、そしてサラリーマンでにぎわう渋谷駅を横目に、こちらは着席して快適に移動します。この優越感がね、またたまりませんね。山手線って僕もちゃんと調べるまで標高とか意識したことなかったんですけれども、実はさっきの渋谷から原宿で、代々木を一番てっぺんにして、渋谷から代々木にかけてかなりね、上り坂をぐーっと上っていくような感じになるんですよ。今ちょうど竹下通りとか原宿駅付近なんですけれども、渋谷ってのはもう文字通り谷になっていて、標高が低いと。でそこから代々木にかけてぐーっと台地の方を上っていきます。そして途中で見えてくるのがここ、宮廷ホームですね。皇室の方々がかつてここからお召し列車なんかに乗って伊豆半島へ、那須の方へ各地に出発していきましたが、まあ、今では在来線使うこともそんなありませんからね、使っても新幹線とか、あとは車とか、そっちの移動がメインになってしまったのでしょうかね、もうしばらく使われておりません。こうちゃんとね、線路もまだ宮廷ホームの方までつながっていて、
連絡線は使用されてませんけれども、こういうふうに線路自体はねまだ残ってるみたいなんですよね。多分山手線の中で最も標高の高いのが新宿の手前代々木駅付近 で代々木に行くとまたここからさらに新宿にかけてちょっと下るような感じになるわけですね。新宿、この山手貨物線では珍しい踏切もね、この新宿近辺に2カ所ぐらいあるんですよね。これも埼京線とか湘南新宿ラインなんかが走る朝方の時間帯は開かずの踏切と化して結構問題になっている踏切ですが、さあ間もなく新宿駅に到着です。でここで注目していただきたいのが新宿駅の到着番線。この特急湘南、先ほど解説した通り埼京線とかと同じ線路を走っていると述べたんですが、埼京線はね向こうの遠くの方のホームから出発をしているわけですね。向こう使ってるのが多分2番線から今埼京線が出発をしていて、で正面の線路までが4番線ということになっています。この湘南は一体どこに入線を到着をしたのかというとですね、じゃーん、ここ成田エクスプレスの表示があります。そう、この新宿の駅の中ではもうほとんど使用されていない半ば特急専用ホームとなっているこの5番線に入線をするわけなんです。はい、というわけでもう乗車時間たったの10分足らずでこんな区間特急列車乗るやつも頭おかしいんじゃないかって思われるかもしれないんですが、新宿駅に到着をしました。湘南新宿ラインとか埼京線とか普通の旅客列車って向こうの方の1番線から4番線の4本の線路を使って発着するんですけど、まあ、朝の時間帯たくさんお客さんで混雑をしてるんで、向こうの1番線から4番線に入れたらもう電車が後ろ突っかえちゃうってことで、多分この使われてない5番線のホームにこの回送列車を入れるっていうことが行われてるんでしょうね。成田エクスプレスとかも多分今減便がちょろっと解除されたんで1時間に1本ぐらい走ってますけど、基本的にはねここ特急列車しか発着しないですかね。もうほぼ特急専用ホームとなっておりまして、ほらここ待合室、これちょっとね豪華な待合室がここにもあるんですけども、もう常時基本的には人がいない状況で、多分朝の特急踊り子号とかあと伊豆の方に行くサフィール踊り子号が11時とかにやってきて出発するぐらいなんですよ。本当他あと相鉄線が遅れた時にこの5番線に入るぐらいでしか使用頻度が確保されてない、ちょっと寂しい方面なんですけど、昔はここからね新潟行きの夜行列車とか出れたんですけどね。この5番線ほらもう後ろご覧いただけますかね、もうこれ後ろの後続の埼京線なんかが入線をしてきてるんですけれども、向こうの方に止めてたらもういかにねもう速攻で回送列車なんか出発しないといけませんから、やっぱこの5番線に入れて、まあ、ここに入れたら少し長く停車をして、でこれも多分またどっかに車両基地の方に回送されると思うんですけど、まあ、そこもねこう既存の旅客列車の朝忙しい列車たちの合間を縫ってこうねかいくぐっていかないといけないんで、多分時間を調整してから発車するんでしょうね。これ車両の右側ですね、普通の座席になってるんですよ、一般の指定席車両になってるんですが、ただねこちらをご覧いただきますと、ほらこれラウンジっぽくなってるんですよ。テーブルとそれからちょっとした、ね、ソファーなんかがこう置いてあるんですけれども、これね3方向に置いてあります。まあ、これは何の設備かっていうと、まあ、多分中央線特急時代とかに新宿から甲府とか松本の方まで行くと多分ね 3,4 時間とかかかるんですよね。で延長運転だと大糸線の南小谷とか白馬とかの方まで多分行ってた車両なんで、片道4時間とかの結構な時間を走るんで、多分まあこの普通の座席だけだったらユーザーというかもう乗客が退屈しちゃうんで、こういう風にフリースペースを設けたんでしょうね。これは良かったですよ。僕もこのフリースペース座りながら大糸線のね雪景色をね眺めたみたいな思い出ありますけどもね、懐かしいな。湘南号になっても現役でまだ残されてます。このスペースはね改造されなかったんでね、そのままなんでね、これはマニアとしてはすごいねありがたいなっていう、そういう気持ちですけども。おー、フライングっすね。もう発車します言ってる時点でもう出発してるもん。入線してからだいたい10分ぐらいで新宿駅を出発するみたいですね。また向こうのこれ山手貨物線をずっと走ってくんで、向こうの湘南新宿ラインとか埼京線なんかが運行がピタッと止まってから出発をしていく、そんな感じでした。これ調べてみるとこの特急湘南の回送列車は東大宮の方、東大宮操車場の方まで行くんで大宮のちょい先ぐらいまで行くんですよね。なので
この特急湘南が出発して、でその後大宮行きの埼京線が出発を待っているという状況ですね。池袋までは同じ線路を走っていって、で池袋からはさらに貨物線の方を入って赤羽大宮の方へと改装されていきます。ちなみにこの5番線はまあいろいろと言われているホームで、あの向こうの方をご覧いただいても分かる通り、中央線とか山手線のホームとはちょっとね遠い隔離された場所にあるんですよ。なので乗り換えはちょっと不便なんですが、さあというわけで本日は便利になった特急湘南号についてのご紹介でした。皆さんも機会があればぜひ乗車をしてみてください。ありがとうございました。